二人にも言わずにおきましょう。朝のお庭の隅っこに花がほどりと鳴いたこと、もしも噂が広がって蜂の耳に入ったら悪いことでもしたように、いつを返しに行くでしょう。これを皆さんがここでどのように習っていますか。本当に優しいですね。朝のお庭の隅っこでちょっと肌に光った露を、花がほどりと鳴いたことっていうね、表現してますね。素敵な表現、こういう優しさですね。ですから、そのはみんなを好きにしですね。私は好きになりたいな。何でもかんでもみんな、ネギもトマトもお魚も、ミスズはネギもトマトもお魚も嫌いだったわけですね。ネギもトマトもお魚も残らず好きになりたいな。うちのおかずはみんな母さんの作りだったもんって書いてある。隣の学校行くと、うちお父さんが作ってるよっていうね、お母さんが作ってる、うちお父さんが作ってる、お母さんが作ってる、いろんなことが起こっています。2番目ですね。私が好きになりたいな。誰でも彼でもみんな、お医者さんでもカラスでも残らず好きになりたい。世界のものはみんな、さあ神様がお作りになったもの、神様は命を作る。人間はどんなに発達しても命を作ることはできない。そういうことを彼と水はこんなに優しく分かりやすい言葉で言っています。人間はロケットも作れます。海の中も潜れます。でも虫一匹、蜂一匹作ることはできない、命を作ることはできない。こういうことを、ね、詩にしているんですね。それを学校でもう30年も習っているわけですね。この時ですね。